今年は日米首脳会談で明けました。元日早々ロサンゼルスに向かった中曽根総理大臣はレーガン大統領と経済摩擦問題などを話し合いました。そして西側の結束を約束し、ボンサミットでは一番乗りをするなど活発な外交を展開しました。自民党内の最大派閥田中派の中に竹下大蔵大臣を中心とする政策研究会創成会が発足しました。初会合の出席者の数は田中派の3分の1にあたり、ポスト中曽根に向けた新しい動きとして注目されました。まあ、ニューリーダーっつったって自分でニューリーダーですって言ったわけじゃございませんし、あら客観的にニューリーダーという言葉はいつの間にかできて、そのニューリーダーも60を超しておるわけでございますけども、あのとにかくお前会長で勉強会という位置づけにつきましては、それはみんなに大変感謝しております。まあやっぱり政治家としては光栄に考えております。田中先生との問題でございますが、あつれきがあったというふうに思っておりません。で、私は田中内閣の内閣官房長官でもございましたので、人間の信頼関係というものはいつまでも大事にしなきゃならんと思っております。田中派内部の亀裂が深まる中で、田中元総理大臣は同じ田中派の代議士のパーティーに姿を現しました。私が田中角栄でございます。1年半ばかり前はだいぶ週刊誌などで評判が悪かったんですが、この前の選挙で22万票という大量得票をやりましたら、その日から日々人気上昇中というのが私の今ちょうどもう時代は来たんです。世代交代、田中角栄ももうどうだなんていう声がないわけではありませんが、5時10分ごろご家族の方から私どもの方に電話の連絡がございました。午後8時半に当院へお移しいたしました。非常に軽かったんで幸いだと、まもなく回復するでしょう。まあお医者さんの言うことを聞いて静養したら、桜の咲く頃はゴルフができるんじゃないですかねって。突然聞いたことで驚いたんでさ、押さないでください。大変軽いようでもあるしね、心配ないんだから、政局には差し取る影響ないんじゃないでしょうか。その後新しい情報入ってますか。全然入らんし、僕はもう心配ないと思って開けなかった今まで。はい、ここまででお願いします。今日夜になって他にないですか。皆さんのお仲間にお話してある。今日病室には誰。実力者田中元総理大臣の入院は政界に大きな衝撃を与えました。皆さんのお仲間にお話してある。これで5回申し上げた。診断、脳梗塞。当初の発表では3ないし4週間というふうに申し上げましたが、2、3ヶ月で仕事にご復帰できると思います。失礼します。容態を気になりました。どうですか。しっかりしております、おかげさまで。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。なんかの流動食をですね、召し上がり始められたんですが。はい、どうぞ。田中元総理大臣の病状に関心が集まる中で、病院にいるとばかり思われていた元総理大臣が実は自宅に戻っていたことが1週間後に分かるということもありました。
外部との接触を絶ったまま自宅で機能回復訓練を受けていましたが、6月末になって講演開始が写真を載せて回復ぶりを強調しました。元総理大臣が倒れてから10ヶ月、その病状が注目を集めています。伊豆山会の許可を受けて、作ったところが、まあ、各社が倒れて会社が倒産して、その処分品として私のところで販売するということになったわけですね。他の人だとまあちょっと売れないと思いますけどね、まあ、各社の中はやはりまあまあ売れてますよね。はい、参ります。こちらどうぞ見てください。こちらです。8月末、自民党ニューリーダーの安倍外務大臣、竹下大蔵大臣、宮沢総務会長の3人が初めて一緒にゴルフを楽しみ、世代交代のムードを盛り上げました。よいしょ。おーおーおーおお、よいしょ。よし、ここさん3人とも仲良くやってますということだ。皆さん目標通りです。いや、これはちょっと悪いな。いけませんな。まあよかった、3人でやれたから。楽しくやったということね。テレビがないから名前よかった。